で、ヒカルさんもそのジョイフルもこうやってコラボって形でね、もはやもうジョイフルといえばヒカルさんみたいなね、この YouTube ですごく人気ですって言って、ドーンって、まあ特にヒカルさんの場合はバズらせるっていうイメージが強いですよね。東海はバズらないって、まあ、ね、よく、言われてはいますし、言ってますけど、自分たちも言ってますけど、完全に、何て言うのかな、認識の違いな気がしますけどね、その、ね、バズってるって言ってね、1億再生とかってね、出してるね、何千万再生とかって言ってね、わーんとね、出してるようなね、ところを見てね、わーすごいな、バズってるな、うちなんて全然ね、常にヒット打ってるような感じだよねって言ってるけど、いやー飛距離で言うと、100万再生って柵越えはしてるんですよね。場外ホームランになってないだけで、全部ホームラン打ってますよ。うん。ツーベースのつもりで全部ホームラン打ってて、場外とホームランたまに打ってる人が見たら、場外ホームランすげえなーって言ってますけど、どっちもホームランですからねって言いたいですよね。一般的な、ところで言ったら、本当に、10万再生いったら本当、御の字なんですから。そういう意味ところで言うと、実はだから一番ツーベースヒッターに近いのって、実は今だと相馬さんとかなんですよね。うん。でもやっぱパワーあるから、ね、たまに当てればね、その一発で、100万再生取れるような動画もね、取れる実力があるんで、やっぱそこのところがあれですけど、実はすっげえツーベースヒッターですよね。最近の相馬さんのところって本当に実は安定してきてますもんね。こっそりですけどね、言うてやっぱトップに振ってるのは大きいんだろうなと思いますけどね。なんて言ったらいいのかな、結局トーク力って総力みたいなもんなんですよね、スポーツやるときの。だからいろんなね、例えば打って飛距離を飛ばすでみたいなところとかね、投げてね、剛速球出すでとかっていうところもあれですけど、でやっぱし野球やるときも一番やっぱ武器、地味に強いのは足絡み、ね、足にスランプはないなんてね、言い方を誰だっけ、赤星選手だったっけ、がね、してたことありましたけど、足が強い人ってのは絶対アベレージが取れるっていうね、そういう意味でこう、その YouTube においてその総力 になってくるようなところって、やっぱしトーク力なんだと思うんですよね。特に今のこの長期化ってなると、ロングディスタンスっていうところになってくると、じゃあどうやって視聴維持率とか、まだ見てもらおうかなと思うとかっていうと、もうトークがやっぱし面白いかどうかっていうところになってくると思うんですよ。でこの流れっていうのは、実はうちのチャンネルはね、実は一応読んでたところがあって、だってうちなんて一番最初の動画、今残って一番最初の動画が2009年8月のね、そのニコニコ動画に残ってる動画がありますけど、あれなんかもう当時異例オブ異例ですかね、その顔出ししてるよとかっていうのも異例だったんですけど、パック剥くのにノーマルカードとか出してとかっていうのもありますけど、40分かけてますからね。当時多分開封動画っていうか5分とかで終わらすケースが多いのかなっていうようなところ、まあ容量の兼ね合いがあったんで、ね、普通はちゃんとカードとか写すために、10分とかにまとめてその容量で収まるようにっていう風にやってたんですけど、うちの場合はもうカードどうせノーマル、みんなもうカード知ってるっしょ、ね、うん、っていうようなね、うちらの方が詳しくねえって、まあ当時ショップの店員だったりそういうことは言いませんでしたけど、言うてやっぱりカードをやってるプレイヤーの人の方が絶対詳しいんで、っていう中でね、そういうのを見せていくよっていう風だったんで、なったらもうね、ずーっと喋ってね、カードにまつわるエピソードとかね、いろんなちょっと、話をね、入れながら、進めていくっていうような形をとってたんですよね。だから40分ぐらい尺使って。だからそのカードの開封動画っていうジャンルにしてましたけど、
実際のところは ほぼ8割9割トークっていうね。でも今のその YouTube の中でそうじゃないですか。企画としてどんどん出してないますけど、実際その中でどういうトークをしていくのかっていうのが、一つその楽しみ方の一つの売り方になってるじゃないですか。今後だったらそうですよね。で、それは実はその20分動画とかでも、その東海さんでもやっぱし、結局どうして面白いのかって言ったら、あの6人の掛け合いのところとかね、のところとかが面白くて、それでやっぱね、ずっと見ちゃうよとかっていうのがある。まあそんな中で視聴事実を上げるロジックを組むとかっていうのね、一つあったりしますけど、例えば、それこそその細間さんとこの泥酔鍋。なんていうのそうですよね。あの、次回のゲストを誰が呼ばれるのかっていう、ところで最後まで引っ張れるっていうね、維持率を持たせられることができるよとかっていうようなのも一つ、いわゆるロジックの組み方、の戦略の上でのそのロジックっていうところ、戦略の上のロジックじゃなくて、タクティクスですね。タクティクスのところで、に繋がってくるところですけど、ロジックであってるか、ロジックであってるか。いまいち英語は下手なんでね、あれなんですけど。で言うと、うちのところも、基本的に実はだから、手は変え、品は変えてるわけですけど、基本的には、グラグラトークするっていう。それを鍛えるっていうところでずっとやってますんでね。だからこんな動画も上がってるわけなんですけどね。一つでもやっぱりそこが共通で、それだけは、そこが、いいなってなれる人っていうのは、結局、どのジャンルを持ってってもなんとかなりますからね。何やるかが多少ね、しゃばくても、トークで、つなぐことができますっていうふうになってくるわけですね。どれを面白いと思うかっていうのは、それは結構人によって変わってきますし、それこそ今の若い子なんかも特にどんどん傾向としてありますけど、みんなで共通のっていうね、いわゆるステレオタイプみたいなものが、非常に薄まってきてる。昔はね、ステレオタイプって言って、この年代ならこういうことを典型的にやっておってみたいなのがあったんですけど、今どんどんそのスピーカー化、パーソナル化、してきてね、特にスマホっていうのをちっちゃいうちから持ってやるっていう風になると、それぞれがカスタマイズするっていうのが文化になってきてるんで、まあ、どっちかというと、昔からそういったカスタマイズな、発想が強い、プライベートアイデンティティっていう考え方が強い、欧米諸国ではね、スピーカー文化がある中でも、これが流行ってるね、でも僕はこれが好きだよっていう風に主張するっていうのが一つのアイデンティティとしてあったのが、日本ではそれがなかったんですよね。みんなに合わせるってすごく大事っていうね、その尖ったことをするっていうのは、一つの一種の悪であるみたいなねところが、今の若い子からしてみると多分あんまりピンとこないと思うんですけど、うちらの世代ぐらいまでだって全然あったんですよね、そういうのが。特に社会に出たらね、いかに合わせるかっていうね、いうところ、が大事だっていうふうにね、なってたんでね。だから今の子たちにはそれがなくて、だから変な話、俺今の若い子たちの方がね、整体するときやりやすいっていうのもありますけどね。うちが基本的にそういったロジック組むときに、動画バランスのやつでやるっていうのが、自分がもともとあれだったね、あれですし、ですから、居酒屋行って一杯目にビールを頼まない問題っていうのがありますけど、あれですからね。うちなんて、もう、おかげで、もう、今、うちぐらい年齢だったらね、誘いやすいじゃないですか。ビール以外から、一杯目からビール以外でもいいかと。私はもともと、あんまりビールが得意じゃないんでね。